いやー、コレクションいろいろあるなぁ。あれ？車の鍵って閉めたっけ？その時に活躍するのが、このメルセデス・ミーコネクト。本日は便利なデジタル機能をご紹介いたします。皆様、こんにちは。一番身近なメルセデス。シテルン。シテルン。チャンネルでーす。本日は、持った時に役立つデジタルカタログ第2弾ということで、メルセデスベンツ横浜東のプロダクトエキスパートと一緒にメルセデスミーコネクトの便利機能5選を紹介いたします。イエーイ。まず、メルセデス・ミー・コネクトとはどのような機能なんですか？はい。スマートフォンと車両を連携し、車を操作できるスマートフォン用のアプリです。車両の位置や状態の確認、リモート操作などが可能となっております。まず、便利機能一つ目がリモート操作です。先ほど鍵のことで焦っていましたよね。いや、もう、だいぶヒヤヒヤしちゃいました。そうですよね。その時に便利な機能がリモートドアロックアンロック機能です。ロックをかけたか不安な際などはスマートフォンで確認をしていただき、ロックをかけることができます。またはインキーをした際などもスマートフォンが外にあればロックを解除することができます。実際にやってみます。このように解除することができます。また、リモートウィンドウコントロール機能がございます。こちらの機能は、窓を閉め忘れてしまった際や、窓を事前に開けておくことで、車内の換気をすることができます。実際にやってみます。このように閉めることができます。地下駐車場なので、電波が通じないところでは操作ができないことがございますので、ご注意ください。2つ目がセンドトゥーカーです。こちらは、お車での目的地入力が苦手な方に特にお勧めしております。お出かけ先やご自宅などでも入力が可能でございますので、ご旅行などの前日に特にお勧めしております。操作方法をご説明いたします。アプリを開いていただいて、下のバーの三角のマークを押していただきます。施設または住所の検索のバーに、行きたい目的地の住所または施設名を入れていただいて、目的地が定まりましたら、車両へ送信ボタンを押すと車に反映されます。先ほどご紹介したセンドトゥーカーと併用して使っていただくと便利なのがルート設定機能です。こちらの機能は、センドトゥーカーで目的地を送信していただいた後に、高速道路やフェリーの回避が可能となっております。まず、目的地を入力していただきます。お選びいただき、車両へ送信していただきます。送信していただいたら、車両のマークをタップします。ルート設定をお選びいただき、フェリーと有料道路をオンにして保存をしていただきます。そうしましたら、エンジンをかけていただきます。このように、有料道路とフェリーを回避することができます。こちらの機能は、ご利用いただけるモデルが限られておりますので、詳しくは横浜東店までお問い合わせください。4つ目の機能がメルセデスベンツウィジェット機能です。鍵がかかっているか急に不安になった時に、アプリが多すぎてメルセデスミーアプリが見つからない時に、こちらの機能が便利です。メルセデスミーウィジェットの使い方ですが、メルセデスミーのアプリのアイコンを長押しします。ウィジェットはスモールかミディアムからお選びいただけます。スモールを選択すると、車の写真と走行可能距離が表示されます。こちらをタップするとアプリの画面に移行されます。
続いてミディアムですが、こちらは鍵の開け閉めや窓の開け閉め、ライトの点灯など遠隔操作の機能が表示されます。こちらも押していただくとそのままアプリに移行され遠隔操作が可能です。試しに操作してみます。来ました。このようにスマートフォンのホーム画面から素早く操作ができます。買い物をたくさんして大満足、さあ帰るぞなんて時に車の駐車位置を忘れてしまったことはないでしょうか。その時に便利なのが5つ目にご紹介するライト一時点灯機能です。こちらの機能は遠隔でエンジンをかけずにヘッドライトを光らせることができます。夜間時にお車が見つけづらい時などに便利な機能となっております。それではやってみます。このように約10秒ヘッドライトを光らせることができます。他にもメルセデス・ミー・コネクトには便利な機能がたくさんあります。従来メルセデス・ミー・コネクトは年払いのみでしたが、今年からは月額払いも可能になりました。サービスのご購入はアプリ内やウェブ上から可能でございます。気になる機能をお気軽にお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。またアプリ右下のストアタブより購入可能な商品やすでに購入済みのサービスがこちらで確認することができます。ぜひご確認の上、便利なメルセデスライフをお過ごしください。はい、本日はメルセデスミーコネクトの便利機能5選ご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した便利機能、ぜひ皆様も使ってみてください。店舗紹介動画は下の概要欄にあります。ぜひチェックしてみてください。皆様のお越しをお待ちしております。お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。メルセデスベンツ横浜東でお待ちしております。お待ちしております。